中日石川昂弥内野手が3週間ぶりに1軍に昇格。出場選手登録を抹消された中田に代わってこの日から1軍に合流。5番1塁でスタメン出場すると、9回の第4打席でワンアウト走者なしからセンター前ヒットを放った。ヒットが1本出たことは良かった、と話しつつも、1回ワンアウト満塁の好機で空振り三振となった第1打席に言及して、あのチャンスで打ちたかった、と唇を噛んだ。中田が戻ってきても変えられないくらい打ってくれ期待してるで。あの場面に関して言えば、ヒットじゃなくても良かったんだけどね。なぜギプスら打てなかったのか分析できていればいいけど。それこそ中田以外にも福永いた山カリステも一塁守れるわけだし、本当しっかり結果出して文句なしでレギュラー勝ち取ってほしいわ。まだ23歳とはいえプロ5年目。しかも去年は一軍でやってただけにあの場面は最低限してほしかった。明日は頼む。この打撃だと5番ではまだ打たせられないかな。福永の打順を上げるべき。ヒット1本出たのは良かったね。あそこで最低限外野フライは打てる打者にならんとな。福永と宇佐美の打順上げた方がいいわ。石川が覚醒してくれないことには困る。中田もビシエドもボコボコだしカリステとか板山は別のポジションを任せたいし。昨日のユークの方がギラギラしたものを感じた。かなり悔しい思いをしてきたはずなのに。生ぬるいこと言ってると周平や直道みたいになるぞ。毎年30発100打点やってもらわないといけない選手だという自覚を持ってやってもらわないと。あんな釣り玉に手を出してるようじゃ、レギュラーなんて夢のまた夢や。石川選手もスタメンをつかむには、まだまだアピールが必要。もともとファンからの石川選手への期待はものすごいから、それに応えてほしい。二軍の成績って本当に当てにならんなと改めて思った。出るからには明日取り返してくれ。